のパワーを受けてウイニングラン、最後のウイニングランです。おそらくですね、早川選手、愛のパワーの2乗を受けましたから、1分30秒台に帰ってくると。さあ、このまま走るんだろう。さあ、さあ、ちょっとミスコースはあったんですけれども、果敢に走ってですね、かっこいい走りで帰ってきてもらいたい。さあ、あなたの給料なんぼなのかわかんないけど、3ヶ月分は用意しなければいけないだろう。さあ、皆さん、最後のゴールは結婚おめでとうで答えてみましょう。さあ、とうとうですね、いつまで経っても小笠原明子が、小笠原のまんまだなと僕もずっと思っていたんですが、やはり早川、総合優勝を僕が知るまで待っててくれと言っていたけど、ウイニングラン。さあみんな、婚約おめでとう、結婚おめでとうで、さあ祝福の拍手で迎えてあげてください。さあウイニングランです。さあ本人はですね、どのような気持ちで走っているか、さあおそらくですね、あんまり仕方ないんですけども、私は嬉しくて仕方ありません。小笠原さんがいつまでも小笠原さんって呼ぶのが辛くてしょうがなかった。長年ですね、おそらく私の記憶では10年ぐらい前から2人で一緒に行動しているんですけれども、やっとこさっとこですね、これで入籍を果たすことができる。さあゴールだ。さあミスコースだったんですけれども、1分34秒。さあキングオブジムカーナが小笠原明子にお前来いと呼んでいる。お前来いと、キングオブジムカーナが呼んでいるんでは仕方がない。ゴールの後のキスを見せてもらおうか。さあみんな拍手、結婚おめでとうと言ってあげてください。優勝おめでとうではなくて結婚おめでとうだ。さあキスしているか、見えないと親父からは。さあ拍手、みんなおめでとうで迎えてあげてください。初の総合優勝、早川航平、ウグイス嬢が奥さんがやっている目の前で総合優勝を、やっと果たしてくれました若手のホープ。さあ明日からは小笠原明子ではなくて早川明子に変わるだろう。魂の願いも叶んだ。さあギャラリーの皆さん、ありがとうございます。選手の皆さんのおかげで今日のレースも盛り上がりました。さあヤジーが声を枯らして、この喋ったこの大会、ぜひ覚えていただいて、ジムカーナって見ても面白いな、でもですね、もっと面白いのは参加すると面白いんです。走っているみんな、見ている皆さんよりものすごく楽しんでます。ぜひですね、オートバイを乗っている方々は、来年ぜひこの浜名湖大会にエントリーしていただきたいと思います。ぜひ SRS 愛知、SRS 愛知というホームページを検索して見てみてください。さあこのポンポン、浜名湖ポンポン祭りでもいいです。そこからですね、リンクが貼られておりますので、このジムカーナーぜひ興味を持ったら見るだけではなく、ぜひ参加していただきたいと思います。今日もギャラリーの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。マーシャルの皆さん、安全監視員の皆さんも、これで競技は終わりになります。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も皆さんお疲れ様でした。